はい、皆様、こんばんは、たきおでございます。今回もですね、おうちでミニ四駆シリーズをね、お送りしたいと思います。はい、前回はですね、タイヤの足回りのところをやったんですけども、今回は、プロペラシャフトのところを、調整していこうかなと思っております。まあ、ギア編ということでね、ギア編その1というふうな感じでね、やっていこうと思っております。前回からね、ずっと触ってます。こちらですね。ちょっと、ネオ VQS の VZ シャーシのね、すぐみが、ありますので、この、ね、シャーシを用いまして、いろいろ改造していこうかなと思っております。はい。というわけで今回はですね、プロペラシャフトの調整ということで、やっていきましょう。では、行きましょうか。せーの。はい、ではね、やっていきましょう。まずね、開けていきまーす。はい、開けていきまーす。あー、はい。まずね、プロペラシャフトを取り外すために、モーターと前の A パートを外しますね。よい。はい、外しましたね。うい。ですね、まあ一応これがね、元々のプロペラシャフトでございますが、ここから中空に変えるわけなんですけども、まずね、この前の動画で結構モーターを入れて回した影響もありまして、ここ見てください。これよくね、よく見ると何かが削れた跡がついてますよね。はい。ここがね、要は、シャーシとかに当たって影響が出てるところでございます。まあ一番摩擦、抵抗が大きいとこって言ったんかな？摩擦が大きいとこって言ったんかな？摩擦が大きいとこになりますので、次、中空プロペラシャフトやるときにここにはちゃんとグリースアップしたいと思います。はい。ここは回転する軸になりますんでね。はい。で、プロペラシャフト、そのままつけるんではなくて、どこ行ったかな？では、新品開けますね。これに関して後ほど説明します。開けまーす。はい、で、これが、中空プロペラシャフトでございます。まあ、この前ね、マシンを組む時の動画で簡単には説明してたんですけど、今回はより細かく説明しようと思います。では、プロペラシャフトを入れます。入れただけで言いますと、よく見てくださいね。ここ。ここがね、ここの後ろの部分。はい。ありますね。ここ。わかります？はい、よく見るとね、これね、後ろにするとギアの頭がね、当たってしまってます。はい。これは抵抗になりますので、これを当たらないように調整したいと思います。はい。で、これを調整するためには、このね、100円均一で売ってるハンマーでね、調整したいと思います。まあ、結構ミニ四駆持ってる、ミニ四駆をやってはる方はね、結構こういう風なハンマーを常備してる方が多いと思いますんでね。できればない方は買っておいた方がいいかもしれないですね。で、これで、叩いて調整します。これね、よく見ると、奥まで入ってない場合があったりするんですよね。まあ、買った時にもうちょうどいい場合もあったりするんですけど、まあ、ほとんどの場合は調整いってる感じがします。はい。これをちょっと叩きます。叩きます。はい、いただきました。さっきと比較しないちょっとね、奥に入りました。ね。では、これで一度つけてみましょう。うん。もう少しいるかな。もう少しね、詰めましょうか。はい。はい、やりました。これでいい感じですね。あまりガタもなくて、ちょっと回ります。ね、これでいきましょう。で、まあ、こういう風に詰めてもいいんですけど、走らせてるうちにですね、このプロペラシャフトが引っ張られて伸びてくる場合があるんですよね、ギアが。伸びてまた結局、後ろが接触する形に戻っちゃったりするんで、僕はよくやるのは、もう荒技です。荒技ですけども、これ僕が今まで、使ってたプロペラシャフト。
で、これが新品のプロペラシャフト。比べますね。ここのね、ギアのところをよく見てもらうとわかるんですけど、ギアね。わかるかな？はい。ちょっと削ってます。削ってます。はい。削ると多少伸びても接触しないんで。ね。で、ここの先っぽってね、あまり影響しないんですよね。このギアの駆動に。駆動に影響しないんで、結構先っぽを削ってます。はい。多少伸びても大丈夫っていうことですね。で、その削るのはですね、もうすごいシンプル。もうリューターとかで、もう、って削ってます。こんな感じでね。今手でやってますけど、リューターで削ってます。まあ、ヤスリでね、まあ、ヤスリでまあ、こうすればまあ、いけなくもないんですけど、まあ、ちょっと時間がかかるんでね、リューター持っていく方はね、リューターでやった方がいいかもしれないですね。はい。というわけで、これで詰めましたと。で、グリスアップですね。はい、僕はちょっとフッ素、これ、中身タミヤさんのフッ素グリスなんでね、中身が、まあ、入れ物がね、破れちゃいまして、とりあえずこれ使ってます。これに入れて使ってます。で、これで、まあ、オイルペンなので、はい。ね。まあ、一番はね、ここです。ここが、プロペラシャフトの受けのところにね、直接影響する感じになりますので、この根元にはしっかり塗りましょう。ギアだけではなくてね。はい。で、ギアにもちゃんと塗っときます。結構ね、この型軸マシンはね、このプロペラシャフトの調整が結構、というかかなり大事だったりしますんで、まあね、ぜひともね、これやって、知らない方はね、やってみてください。まあ、ミニオン結構やってる方はね、知ってる方も多いと思うんですけどもね。はい。これでいきましょう。はい。お。ね、いいっすね。はい。今回せっかくなんでね、もう他のギアにもね、グリスアップしていきましょう。今まではね、完全ノンオイル状態だったんでね。はい。ついでにね、グリスアップしてしまいましょう。はい。できればこのね、ギアの背面とか、まあ、要はシャーシにね、当たりそうなところは全部、ね、こんな感じでグリス塗っといた方がいいです。それするだけでね、結構抵抗がなくなって、結構音も静かになったりするんでね。どうしてもイオンが止まないときはこういうどっかのシャーシのどっかにね、当たってないかなっていうところを見てもらうといいかもしれないですね。このギアのね、上の部分とかね。ギアが浮いたときにここに当たるかもしれないっていうところですね。はい。はい。よし。ではでは、ちょっと回してみましょうかね。どれぐらい変わったのか。はい。はい。ではね、入れましたんで回してみます。回しまーす。うん、かなりいい感じですね。ねじった時の音もだいぶマシになりましたね。抵抗が、まあ、抵抗あるところにね、グリス塗ったんで、こうねじれても、その、抵抗あるところにグリス塗ってるんで、滑って、で、抵抗がマシになると、摩擦がマシになるということもあると思うんで、シャーシにね、当たりそうなギアにはね、面とか、そういうところにはちゃんとグリスアップしてみましょうというところでございます。僕はいつもこんな感じで、型軸を組むときはやってます。はい。というわけでね、今回は、ギア編、まあ、その1というふうな感じでね、させていただきました。まあ、他にもね、ギアやってることはあるんで、それはまた次回お送りしたいなと思っております。はい。ね、とりあえず今回は以上です。はい、というわけでございまして、ね、プロペラシャフトの調整、やっていきました。ね、まあね、こんな感じで今いろいろ、僕が、肩軸マシンとか、まあ、両軸マシンとか組んでいくときに、まあ、やっていってることっていうのを、まあ、ちょっとずつ、情報として、出していけたらなと思っておりますので、もしね、参考にできる方がね、いらっしゃいましたらね、ぜひとも参考にしていただけたらなと思います。まあ、おそらくね、もうそんなん知ってるわという方もいらっしゃると思うんですけどもね、温かい目で、ご覧いただけたらなと、思っております。はい。というわけでね、今後もこんな感じでやっていきますので、何卒よろしくお願いいたします。
というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。